ちょっとちょっとドロンジョ様、いよいよ始まりますよ。本当にやんのかい、ぼやき。あたしゃなんだか不安だよ。何言うてまんねやん、ドロンジョ様。ビッグになるチャンスや、おまへんか。そうですよ、ドロンジョ様。もう挑戦状は送りつけちゃいましたから、今さら止めるわけにはいかないんですよ。はい。でもさ、ぼやき。ヤッターマンだけでも大変なのに、今度は善玉全員を相手に戦うんだろう。本気なのかい、うん、もちろんですよ。私たちがシリーズ最強の三悪だということを証明するためにも、あのヤッターマンや善玉やお助けマン、ヤクディタマンや一発マン、いただきマンなんてやつらはもうみんなまとめてギッタンギッタンのパッタンパッタンにしてやらねばならないんでございます。いやいや、ワイルは最強の三悪、天才ドロンボーですし、いつまでもやつらにいい格好させられへん。あら、トンズラーまで。わかったよ、お前たちがそこまで言うなら私も覚悟を決めた。どこまでやれるかわからないけど、善玉のやつらをたたきのめして主役の座を奪い取ってやろうじゃないか。ドロンジョ様、そうと決まれば、ぼやき、トンズラ、さっさとメカの支度をするんだよ。タイムボカンシリーズの真の主役がドロンボーだっていうことを全国に知らしめてやろうじゃないか。アルホール先生、ボカンと一発ドロンボー。ねえ、ぼやっきー、はい、今回はどんなメカで戦うんだい？早く見せておくれよん。やだなー、もうドロンジョ様ったらすぐ後ろにあるじゃないですか。え？あらタイムガイコッツ、シャレコーベカー、アンドロメダマゴ、タイムラクーダ、それにシャレコーベバギーにデンデンメカまで。えらいドロンジョ様、よう覚えてまんの。でもさ、これって昔使ってたメカばっかりじゃないか。こんな使い古しのメカで大丈夫なのかい？この古いボディはいわば善玉を油断させるためのもの。中身は最新メカを満載したウルトラハイテクマシンに改造してあるのです。メガトン級の超強力爆弾製造システムや、どんな攻撃にも耐えられるエネルギーシールドだって装備してるんですよ。もちろん巨大化だってできますもんやで。もはやどんな善玉メカが来ようと負けるはずがありません。そんなにすごいのかい？わ、どれに乗ればいいか悩んじゃうね。ええ、それぞれいろんな特徴がありますから、好みに合ったのを選んでくださいませよ。はい、ドロンジョ様、できましたよ、できましたよ。できた？一体何のことだい？こうして歴代の悪玉メカを見ていると何か気づくことはありませんか？言われてみれば、他の三悪はこんな専用マシンがあったけど、私たちはなかったね。その通り。悲しいことに、歴代三悪の中でも専用マシンがないのは私たちドロンボーだけだったのです。ぼやや、似てわいらには自転車が。シャラーブ。そこで他の三悪に負けないような素晴らしいマシンを作っちゃったんですよ。私たちの専用マシンを。ではお見せしましょう。イデオドロンボースペシャルマシン。おお。デザインは私たちの美しい顔をモチーフにしているんですよ。やるじゃないか、ぼやき。斬新でかっこいいまんね。それじゃあこのニューマシンを使って残りのやつらも片付けちゃおうか。お前たち出撃だよ。アイホール先生、見てごらんよ、ぼやき、トンズラ、やつらの巨大メカもついに観念したみたいじゃないか。どうやらそのようですね。あと一息でワイラの勝利や。それではとどめを刺すとしましょうか。最終決戦用特大ミサイル発射用意。さあ
早く押すんだよ、ボヤだ。ちょっと危ない、ダメだ、そう、トンズラ、お前が押しなよ。いやいや、もうこういうことは、だってドランジャ様が。もう、しょうがないね。こんなことしてたら、また奴らに逆転勝ちされちゃうじゃないか。ボヤキ、お前が押すの。もう、ドランジャ様ったら、都合の悪いことは全部私にさせるんだから。仕方ないですね。それでは行きますよ。ポチッとな、あら。何やってんだい、ぼやき。え、いや、このお手手がこれポチッポチッて押しちゃったからもう。どさくさまぎれに触るんじゃない。あー、ポチッとなやったー、やりましたよ。本当にやったんだね、私たちの勝ちなんだね。ぼやき、とんずら、よくやったよ。いい勝利を祝して乾杯しましょう、乾杯しましょう。それでは天才ドロンボーの大勝利を祝って乾杯。乾杯。それにしても長く苦しい戦いだったね。なーに、この私がちょっと本気を出せばこんなもんですよ。あら、よく言うよ。でも今回は見直しちゃったよ、ぼやー。あ、そうですか。すいません、どうも。なんだよ、うるさいね。今、勝利に酔いしれてるのに。あれだって、待て。なんだよ、あれは、ぼやき。ちょっと待って、私を前へ押し出して殺す気か。そんなのありかよ。はあ、やっぱり負けちゃいましたね。いい線いってたんだけどね。やっぱりこうなるのが私たちの運命なんでしょうかね。あそこでワイが乾杯なんて言わへんかったらワイは悔しいわね。しかもな、泣くのよしよ。奴らのメカをあれだけボッコボコにできたんだ。もっと胸を張ろうじゃないか。それにね、ぼやき、とんずら、もう一度お前たちと暴れられたんだ。私はとっても楽しかったんだよ。ドロンジョ様、ドロンジョ様。まあとりあえず今回はこれでいいじゃないか。やっぱりヤターマンたちがいないと張り合いがないしさ。この借りは次の機会にたっぷり返してやるとしますかね。100倍にして返すまんに。その息だよお前たち。次こそは完全勝利で錦を飾ろうじゃないか。ドロンボーは永遠に不滅だよ。あい、それでは全国の皆さん、私たちの次の活躍にどうぞご期待してくださいね。応援待ってるわよ。ほなさいなら。俺たちは天才だ。天才だ。天才ドロンボー。わしは六郎兵衛だべ。あのスカポンタンどもに愛のお仕置きだべ。ミュージック